えー、最近何が起きているのかっていうと、えっと、9月の25日に、とてもとても大事な、えー、発表がありました。9月25日ですね。それがですね、えー、アリゾナ州の、あのー、マリ、マリコパ、マリコパ郡っていうところがあるんですよ。アリゾナに。そこでずっと大統領選挙の、あの、監査をやっていたんですね。不正があったかどうかっていう監査を、 多分3ヶ月ぐらいかけてやってました。で、前もちょっと話しましたけど、その会場もめちゃくちゃでかい、あの、なんか東京ビッグサイトみたいな、ほんとそういう会場で、一個一個表を確認していくっていう作業をやってるんですね。でさらに不正がないように、監視カメラとかえ、ライブ中継のカメラがいっぱいついて、それを24時間いつでも見れるような、そういう状況下で3ヶ月ぐらいかけて監査をやってたんです。で、ようやくそれが終わって、 で、正式な見解が表明されたでこれがめちゃくちゃインパクトがあったってことなんですよ。で、これはアリゾナ州だけの話ではあります、もちろんね。しかし、アリゾナ州の選挙で関西やって分かったことは何かっていうと、えー、結論、えー、ちょっとこれは調べたやつですけど、5万7734票。 の投票には重大な問題があったっていうことが、これはアリゾナの上院でもう正式にパブリックに、えー、もう見解が表明されたってことなんですよ。不正があったと。選挙に不正があったっていうことが正式に発表されたんです。これはめちゃくちゃでかいことで、今まではネット上で、いや、不正がとか、そういうことを言う人はいっぱいいましたよね、個人で。 でも、まあ、言っても個人レベルなんですよね。それはね、噂レベルみたいな。でも今回正式に、ええー、もう公にですよ。ええー、そのアリゾナの上院において、選挙には不正があったという、正式見解が発表されたわけです。これがでかい。で、えっと、マリ、マリコパ軍の、その、バイデンとトランプの投票差っていうのは、 どんぐらいか。どんぐらいの投票の差があったかということですね。それが1万457票なんですよ。1万457票。ということはですよ。不正があったのは5万7734票なんですね。<laughs> ってことはですよ。ってことは、ひっくり返したら選挙結果変わっちゃうんですよ。これはもう。つまり、バイデン。なんか、あの、接戦の州ありますよね。あの、トランプもバイデンも接戦で拮抗してる州。 そこで最後バイデンジャンプって言って急激になんかギリギリになってバイデンの票がバーン伸びるみたいな事象があったんですよ。まあそういうのもろもろ含めてもうあのアリゾナでは不正だったってことはもう分かったわけですけど、これ不正のやつを取り除いたらもうこれは確実にトランプが勝っていたということが分かってしまったんです。えー、これは大きい。まあただとは言ってもですよ。いきなり あの、アリゾナにおいてはそれが分かっただけであって、他の州に関してはまだこれからなので、いきなり、はい、バイデン不正でした。はい、もう、あの、大統領やめてください。トランプ復活みたいにはならないと思いますよ。もちろん急にはね。ただ今後、この結果をもって、他の州ですね。他の州にこれは間違いなく波及していくだろうというふうに言われています。えー、他の州っていうのは、えっ、ー、と、ジョージア、 ミシガン、ネバダ、ペンシルベニア、ウィスコンシンですね。えっ、ー、と、そういった接戦だったところに、いや、じゃあ、ここもうちらのところも不正やったんじゃないのって。アリゾナがそうだったってことは、うちらも監査やった方がいいんじゃないのっていう流れにはもう100%になるんです、これは。で、それで、どん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 ひっくり返って、オセルみたいにひっくり返っていったら、これはもう言い逃れができなくなっていくっていう、もうその流れができたってことなんですよ。まあ、 ようやく作戦が実り始めたとも言えますけどね。はい。うん。で、まあ、アリゾナではもうとりあえずバイデンの当選は無効と。えー、当選した人が今はいないという状況になる。選挙に無効取り下げという、えー、状況になっていくということですね。で、このアリゾナの9月25日の選挙結果をもって、今まで右回転だったものが、 急激に逆回転を始める流れになっていく。要は、より10月、11月、12月、そして1月にかけて、この3ヶ月ぐらいにかけて、目に見えて世の中では分かりやすくいろんな現象が起こるだろうということは言われてます。もう確実に動き始めるということですね。で、えっと、そもそもが今回のですね、その、 バイデンが当選したこともそうだし、アフガニスタンの撤退もそうだし、えー、この不正選挙の監査とかも全部そうなんですけど、これはあの、それは100%そうとは言い切れませんけど、一説としては、この今回の全部の流れっていうのは、軍事作戦の一環っていう見方もあるんですよ。要は、あの、トランプって、 二回大統領になってるじゃないですか。で、一回目の時も実はたくさんの不正があったんだけども、それはバイデン、あバイデンじゃないわ。トランプ勝ってるんですよね。で、それに関してはヒラリーとトランプですね。ヒラリーをまあ勝たせるための不正がいっぱいあったけども、それはいろんな手を使って不正でトランプがちゃんと勝った。しかし、今回のトランプ・バイデンに関しては、あのー、まあ、 不正が横行してバイデン買っちゃってるんですよ。で、そもそもこれもあえてバイデンを勝たせたんじゃないかっていう説もあるんです。これ本当かどうかわかんないです。でもそれも含めて、これは軍事作戦の一環として、まあ言ったらそのトランプの死んだふり作戦ですね。まあトランプもある意味の象徴ですよ。あのー、この大きな流れの中での役割を担っている一人だと思います。トランプもね。あの、トランプが動かしているというよりかは。 で、その炙り出すために一回死んだふりをしてバイデン勝たせて、えっ、ー、と、そのいろんなところをこうね、火炙りにして、えぇ、ー、炙り出していくための、そういった軍事作戦の一環なんじゃないかということは言われてるわけですね。で、これまでそのいわゆるディープステートとかっていうふうに言われたりするじゃないですか。その民主党だったり、その、そっち側についてるメディアだったりとか、グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップルとか、えっ、ー、と、そういうガーファーとかね。 あの、テック企業ですよ。いわゆる。えー、だったりとか、製薬会社だったりとか、いわゆるグローバリズムの側の人たちですね。グローバリストとも言いますけど、のディープステート側がいろいろ操作して、莫大な力を持ってたんですけど、今回のアリゾナの監査に関しては、正式に不正があったってことが出てるわけです。で、その時も、あのー、なんかね、普通だったらですよ。ディープステートが本当に力を持っていたとしたら、防げたんですよね。それもね、多分。 その結果を公表を防げた。その関係者を殺すとか、あの、常にできたはずなんですよ。っていうのも、あの、これも知ってる人いるかもしれないですけど、あの、アフリカの方かな。あと、まあ、他にもどっかあったと思うんですけど、南米かな。5カ国ぐらいで、あの、ワクチンの接種を拒否した国の大統領がことごとく死んでるんですね。<laughs> 恐ろしいことに。これ、あの、調べたら出てきます。 えー、調べたら出てきますけども、ことごとくですね、えー、まあ、大統領が暗殺されてる国があるわけですよ。それぐらい、そっちの勢力っていうのは力を持ってるわけですけども、今回のアリゾナの監査結果の発表に関しては防げなかった。えー、そしてアリゾナで別に誰も死んでないわけですね。って考えると、だいぶ、その反対側の力っていうのが今増してきていると。その、 もろもろの作戦っていうのがハマり始めてるとも言えるわけですね。えー、っていうことがまず9月25日にあったということでございます。えー、これ実はね、本当にすごいことなんですよ。本当にここから歴史が動くみたいな話になってくるということですね。で、 じゃあ今後どうなっていくのかなんですけど、ここに関してはね。えー、まあ、いきなりトランプが、